脱ぎようとしてますよ。鳴らしとかんと。しとかんと。もうトマト死ぬんじゃねえじゃねえ。歌合わせの時以上のすごいサウンドで。いいとね、いいアンプあるかと思って。一瞬私も見失いましたよ、今どこやってんの。じゃあ続きまして、雑誌ソング。続きまして。パート2。これはですね、すぐ近く福岡、南福岡駅 JR 走ってるんですけども、JR から線路から10メートルもないぐらいのところに部屋があってですね、そこに暮らしてた時の曲でございます。びっくり。例えば俺が作った、もう何にも電車の通り以外が何にも聞こえないような感じで、みんながいっぱいいっぱいずっと一緒にいる感動してくれそう。え曲の曲何でもいい。いや、私も気持ちの切り替えしてます。これ香りが濃いと思うんですけど、お金を切れないように飲みたいことみんなで一応作り方を共有して、ここまだ美味しいよね。ここまだ時間がね、余るかもしれない。いきます。サボテンは夢は見ないということです。ぬくもり求めるように。
お疲れ様。お疲れ様。ねえ。やっぱ爺さんあれですね。これあの私メンバー紹介なんですけど。ああそう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 爺さん爺さん。レシソの爺さんなんです。はい。えさん。前ですね居酒屋ドンというところで声かかってハリウスのそうですねライブさせてもらってその時にジックさんとね、うん、久しぶりにお会いしてでそうそう私の次に出てもらったのがジジさんああれねガタっていいと思うガタっていいと思うお友達紹介形式弾き語りライブねそのライブねそう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 。やらかしましたよ。いや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 。ベース語り。そうそうベース語り。アコメでね一人でベースで弾き語る方ね。そうされる方で。サポートしていただいて。その人とお世話になって。はい。半分トークっていうね。そうそうそう。この人がやるときは私がカホンで、で私がやるときはベースでやってねお互いこうやれるというような感じでやってます。でまあ今回ここで2人でやらせていただいてるんですけども。ええやん。いいですか、どんどん、うん、あ自己紹介してなかったですね、黒木と言いますいや、私が先やってるそうですねまあ、こんな感じで、普段パラパラっとやってますけど大体パラパラしてばかりやってるジジーなんでジジージジーって伸ばすんじゃないそこネタだから伸ばしたらジジーだよ伸ばさないジージーそれも微妙じゃないふだんはね春日市の方でフォークビレッジっていうところがあってそこで大体いつも飲んだくれてます飲んだくれてね2人で飲んだくれてるんですけども、まあ、今日フォークビレッジの飲んだくれてるのがお客さんに来ていただいてるのでありがとうございますじいさん雑所で飲んだりしてするいやもうないですねおたくれるのすごいここだけ大丈夫見えるかけていいですか最近もうないあないですか、ねうん、昔あったんやけど昔あった今年も初めて雑所で飲んだ時なんか1時間半で3万か4万もおおられたな何を飲んだらあるんでしょうねおられたな女の子が頑張って飲み寄っちゃろうねまあ、私が狂ったスナックはそこではないお安いところがはい、行きますかはい、じゃあ次、これちょっと雑誌から離れます筒井康隆さんっていう方の小説があってですねその一個の作品にえらい感動してそのを元に作った曲ですこれは前向きですねそうですね、前向きだけど最後は一人で去っていってしまうんですよ結局誰もやってないんですけど狼たちの歌っていうキャラです狼主人出演キャラたちを動物というか狼みたいに見立てたような小説があるんですよなんか何でもきっと帰ってきたきっとかそんな感じの作品があるんですけどもそれを元にしたやつですいってみまーすワン、ツーI'm not afraid to die
そういうキーワードが出てきたのでそれをタイトルにしてみました。これ去年ですねできたの、割と新しい曲なんですけど、まあちょっとふっと今までの自分を思い返すような感じで作ってみた曲でございます。割とパワーいっぱいで歌うんでですね、やかましいと思いますけどお付き合いください。お願いいたします。ワン、絡む鈍されて
これは思いっきり振られる歌です。やっぱり明日陰の恋人なら、あなたの行き先聞けますか。けれどもあなたは物言わず、ふらりとどこかへ Yeah.
実はあの演者には何も あれがないんで す, です、ね、だから投げ先生となっておりますので、ぜひともこのお賽銭を、あどうもありがとうございます。あ、今日くるっと回ってきてもらって、ここで志をいただければそれで頑張れます。今日はあの僕ら 2チームで分けるのでいくら何回投げてたでも結構です。よろしくお願いします。ありがとうございます。後ほどまた回収参ります。ありがとう。ラスゲーの活力が最後ならあのもう一曲させていただけるということなので、これはですね21年、今ぐらいの季節にできた歌ですね。あのちょうど梅雨の終わりがけの頃にできた曲なんですけど、まあ、ちょっと悲しい曲なのであんまりやることはないんですけど、まあ、なかなかやる機会ないんでこういう時くらいね、やらせていただこうかなという曲で、まあ、ちょっと最後は寂しい雰囲気の曲になりますけど、もうちょっとだけやらせていただきます。焦がれという曲でございます。よろしくお願いします。はい、どう
き僕は見つけたよ愛しい別れを届かなあの光は届くかな僕の声は届くならすぐ手で抱きしめたい僕は儚くて Thank you.